どうも、なおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのパーティー、使っていきます。ジバニャン、ブシニャン、ゴルニャン、トゲニャン、ワルニャン、ゴルニャン、ロボニャンいなかったので、ゴルニャン2体になってます。まあ、1体はレベル1なんで、もう使えないんですけどね。このパーティーで、無限地獄、1階から、最下層までノンストップで行ってみようと思います。早速行きましょう。おそらく問題となるのはドンドロだね。あいつと戦うのがちょっと時間かかるかなと思うんだよね。物理系と妖術系をうまいこと分けれてないんで時間かかりそうだな。まあうまいこと物理でまとめれたらいいんだけども、どうでしょう。ああ、そしてね、この地獄王三将、ここも、かかるんだ。運次第なんだよね。あ、そこ行く？オッケーオッケー。じゃあ、こっちからだね。いやー、取り付きをね、やりたいんだけど、一回だけやるか。待て。他のね、キャラがちょっと弱すぎるんで、変えるとちょっとよろしくないんだよな。もうブシニャンには、ちょっとこのまま、頑張ってもらおうか。なんとかなると思うんで。え、外れかい？じゃあ真ん中だ。待て、お祓いしていきます。この辺か？はい。いけ。ここ時間かかるんだよな。確か目が出てきて3ターンかかるんだよね。3回かかるんで、よっしゃ、当たり。いけ。ギャー。うわー、バカ。まあまあいいか、力大アップなんで、こっから攻めていってもらえれば大丈夫。いけいけ。いや、あんまり減らせてないな。いや、違う。なぜ力を上げたのになぜ攻撃をしない。お、でも結構いい感じで減らしてるね。悪くないぞ。あー、よし、半分減らした。オッケー。真ん中もう一回狙ってみましょうか。よし、オッケー。どうだ。あ、まだか。ここで当たりをパッと引いて先に進んでいきたい。いやー、どうだ。当たり。いいね。このまま攻めよう。いけるか。回復もぼちぼち入れつつ行きましょう。これでいけるか。いや、もう一回目閉じそうな気するな。うまいこと減らしてくれ。あはは。はい、どんどん回復するから。あー、元に戻っちゃった。さすがにもう真ん中はないかなと思うんだけど、もういいや。真ん中からいきます。やっぱりここで時間かかるか。ここはね、どうしてもねかかってしまうんだよね。仕方がない。いやいや、通常攻撃で攻めてくれ、バニャン。はい、あー、オッケー、ナイス。ちくしょう。こういうことがあるから嫌いだ。ああ、いい、このまま回復せずに攻めていけ。うまいこと言ってくれないな。あと一発だ。いやいや、嵐の術じゃない。
やっぱ最強パーティーで行くのとは、ちょっと訳が違うな。若干きつい。どうだ？外れ。運が悪い。はい。でもまあまあ、あと、1分ちょっとで、倒しきれるでしょう、おそらく。猫妖怪は魚介系で回復するのが多いっぽいけど、ちょっと魚介系ね、あんまり持ってきてなかったんだ。残念ながら。よし！あっ、どうだ？もちろん当たりだ。はいはい、倒そう。いいね。よし。はい。はい、もっと攻めちゃって。回復は、もう倒した。バカ！ガードとかすんな。このターンで倒してくれよ。頼むから。いけ！ブスニャン。オッケー、あと一発！ナイス！ジバニャン。HP ギリギリだったね。さあ、それでは、倒したね。次行こう。経験値5000。低い。こんなもんか。こんなもんですか。OK。では、回復を入れて、先に進みましょう。はいはいはい。どんどん回復していくよ。はいはいはい。次のボスは、第8サンズマルか。できる限り雑魚敵との戦闘は避けていきたい。あ、いや、その前に鬼が来るか。鬼とは戦わないようにしよう。ああもう最悪だ。いや、もうアイテム使って逃げていこう。はい。雑魚敵とはね、もう戦わなくていいよ。って、しかも、間違えとるし。しゃ。行くぞ。鬼がそろそろ来るよね。ここも鬼と戦わずに、行きたい。お、危ねえ。なんか見つかりそうだったね。アイテムなんて取ってる暇はあんまりないんだけど、いいや、ちょっとぐらいいいよ。スタミナムを飲んでいくぞ。もう見つかっていい。見つかっていいよ。逃げ切る。うん、だいぶ距離も空いてるし余裕です。さすがにね、さっと倒したいんで、鬼と戦っていくわけにはいかない。OK ね。じゃあ、そのまま先に進みましょう。はい、あ、トンマンか。クロトンか。行くぞ。あー、ここもね、弱点属性入れときたかったな。待て待て待て。まずは、顔だ顔。オッケー。おのぼり。おのぼり。しゃ。ガシガシいけ。ナイス。ここは早い。さすがに早いでしょう。おのぼり。おお、やばいやばいやばい。おのぼりファイヤー。大丈夫大丈夫。おお、素晴らしいね。素晴らしいよ。しゃしゃ、あ、オッケーオッケー。経験値アップ。おのぼり。オッケー。早い早い。やっぱね、ボスはね、こういうスピードで倒していきたいところだよね。はい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 。さっきみたいに避けろ。毎回のようにはいかないね。おお、でもブシニャンがうまいことやってくれたな。待って待って、次から回復しよう。このスペシャルラーメンがやっぱり一番いいね。
お得だし。よし、ジバニャもラーメン食べろ。ラーメンを食べるんだ、うん、お、いいよ。はい、避けちゃって、おお、いい感じ。あ、そうか、ゴルニャンは炎に強いか。なるほど、いい体勢を持ってるよ。よし、オッケー。ちょっと待って、一回回復しとこう。でもう次ね、道中で回復しなくていいようにやっていきます。オッケー、クロトン撃破で、しかも経験値が美味しい。1万ちょっとくるんじゃない。1万ほんとちょっとだったな。うん、伏竜の方が断然美味しい。はい、次だ。どんどん進んでいくよ、ノンストップ。どっちだったっけ、上だったっけ、上か真ん中だったような気がするんだよね。はい、外れ。もう。もう、まあ最悪だ。はい。逃げる。はいはいはい。え、一番下だったっけ。いや、違うよね。ここだよね。確か。確かここだった気がするんだよな。OK、間違いじゃない。正解でしょう。あーん。宝箱1個は取っていく？取れるんなら取ろう。はいし。流星、あー、美味しい美味しい。流星はね、いくつあってもいいもんね。こっちかい。あー、あー、下の宝箱1個取っていこうかなと思ったけど、もういいや。クリアするのが先決です。いくぞー。草薙ももうちょっと欲しいんだけどな。まあいいじゃない、進んでいくぞ。そろそろいた、サクッと倒します。第8サンズマル、よし。ザコが来たらザコを率先して倒していく。大量じゃ。何が来る？はい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 。ヒーラーがね、結構鬱陶しいんで、ヒーラーは先がいいんだよね。おお、前のめり。そうかそうかそうか、ジバニャンは前のめりがあったんだった。そう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 、こういうボスに関しては前のめりがすごく役に立つ。はいはいはい。でここでもうまいことジバニャンで倒しきって、あー、ダメだった。ジバニャンで倒しきればもう一段階前のめりでね、攻撃力が上がったんだけど、仕方ない。いいさ、次は、はい、同じく、はい、倒しちゃって。あはは、やっぱジバニャン、まあ、D ランクだからね、あれぐらいの攻撃力でもまあまあよしとしましょうよ。うん、よくやってる方だよ、 D ランクで。はい、もう少し、まあ、ザコ出てきてもそのまま押し切ろう。ナイス。うん、やっぱりね、最初の三つ股だけかな、結構辛いっていうのは。あー、そうね、大臣も結構強いから、ゲソヒゲール大臣が、あいつも結構鬱陶しくはあるよね。いっけー。お、うん、ここはち違うよね、だよね、これ近道を作るところだから今の俺には必要ない。ノンストップでクリアするんだからね。近道なんてものは
全く必要ありません。どっちだったっけ、横だった気がするんだよね。当たり？ああ、外れ！外れたー。上だったか。上です。若干ゴルニャンが HP 減ってるんだけど、あれ？あれ？何？迷った？迷った？いや、迷うはずないでしょ。やっぱこっちで当たってたんかい？こっちかい？こっちなんかい？で、こうだ。これで、ついたでしょ？はい。もう一個か。で、ボス。まだか。長い。え、来たー。サクッと倒しちゃいましょう。月影入道。はい。もう倒し方はね、もう分かってますよね。はい、グロー。あ、開いた。まずは目やった方がいい。まず目だな。目で、で、つぶったところに、あーた、ジブラニャンがやばいぞ。オッケー。さすがにちょっとジバニャンはきつくなる。やば。うーん、まあまあまあいいか。オッケー、よし、楽勝。はい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 、狙っていけ。はい、デコピン。おっしゃー、ナイス。やっぱね、素早さが早いからだいぶ避けてくれる。いい感じだよ。やばい、地震はやめてー。ゴルニャン回復。よし、目つぶした。 OK。 はい、こっから一方的だ。バカバカ野郎サボりか。やっぱり威圧感欲しい。でも猫妖怪に威圧感持ってるやつに、ね、いないからね。うーん、やっぱりパーティー編成っていうのは大事だわ。よし、やっぱ威圧感とミスをさせないね、追いゾーン、あれっていうのはいいわ。 OK。 もうそのまま行こう。うん、そのままでいいや。うん、目をつぶればミスしやすいっていうだけだったな。ならもうそのままゴリ押しでいってもレベル99の HP だったら全然耐えれるんで、これでいいわ。いった。毎回全体攻撃か。それはそれでちょっと鬱陶しいけど。いった。道中でね、あんま回復したくないんだよね。できれば直線で回復をやっていきたい。 OK。 ゴルニアンを回復しとくか。はい、あと一発で終わり。バカその攻撃やめて。はい、月影終わり。次行きましょう。ちょっとね、道に迷っちゃったりもしたんで、ここからは迷わないように。もう迷う場所はないかな。あ、いや、若干迷ったりするのか。はい、行くぞ。はい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 、どんどん行くぞ。近道のところは全く寄らずに行っていいもんね。フーミンがいた。フーミンは、あ、もう持ってる持ってる。おねむのせいが持ってないんだ。おねむがね、あれガチャゲンで出にくいのよ。しゃー、どこだ？あっちか。あっちか。あんな、もうアルファ飲んでいった方がいいね。多分上の方でしょ。上の方だったら、あー
おお、見つかった？青鬼だから、そうね、全然ゴルニャンで対策できて簡単に倒せるんだけども、まあ、今回は倒さずともいいじゃないですか。はい、行きまーす。ゴルニャンがいれば余裕なのよ、あいつは。青は赤子の手をひねるがごとく楽勝で倒せます。来た。おお、肝なし先生か。行くぞ。はい、危な、危ね危ね、ブジニャンやられそうだった。そうだった、回復してなかったんだね。よし、あーあー、 ここはさ、ちょっと待って、これはお祓いしよう。あーいって、やばーし、やばーし、やばーし、急いで回せ。ゴリゴリ言う音聞こえる？聞こえるかな？よっしゃ、戻せ。ちょっと待ってよ、ここはちょっと大急ぎだ。どこある？ちょっと待って、狙うは、あったったった、ここ回復させるわけにはいかない。若干した？若干回復してる。ギャー、まあなんとかなるか。よし、いって、なんとかなる。もうこのまま攻め立てよう。ハートは絶対潰していくぞ。あ、ジバニャンやられそうだね。ジバニャンがやられそうだな。 OKOKOK、 HP1 からは徐々に攻撃は効かないっぽいね。オッケーオッケー、たまに味方を攻撃するけども、まあたまにだから、バカたまにどころじゃないかもしれないぞこれ。待て待て待て、回復だ。よし、はい、バカ、これはやったがいいのか。ちょっと待てよ、ここはちょっと一旦お祓いしよう。ダメにゃよ。よし、オッケー、オッケー、これでなんかなるでしょ。バカ、友達先生うっとい、こいつうっといな本当に。よっしゃ、はい、待て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 、よし、はい、まあまあまあそんなもんなんとかなるわ。よし、オッケー、回復、肝なし先生でここまで苦戦するとは思ってもなかった。ちょっと待って、横に一回やるか。やばい、やばいやばいやばい。よし、オッケー、ここら辺だ。よっしゃ、オッケー、オッケー、これでもう終わりだ。じゃあ忙しかった。はい、忙しいやつだわ。回復で前回までやりましょう。忙しかった。はいはいはい、流星のバッチ美味しいね、ありがとう。では完全回復してから再開だ。うん、やっぱりベストメンバーで来ないと
ちょっと手こずるよね。これ全く手こずらずにいければ、おそらく30分ぐらいやれば、クリアできそうなんだけどね。やっぱメンバーが違うと、ちょっと厳しい。タゲロウ。もうこういうのに当たるっていうのもね、時間ロスだ。逃げろー。はい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 。上だよね。上で間違いないよね、確か。外れだ。くそ。今回、運がねえな。はいはい。まあ、運とかじゃなくて、これ、覚えてるか覚えてないかなんだよね。全然覚えてないじゃん。よし。こっちで正解。ボスが、いるかな？あ、違うか。やっば！ちょっと待って。ここはやばいな。そこにいるか。さすがに逃げきれないと思う、そこだったら。ちょっと鬼がどっか行くのを待ちましょうか。あっちね。 OK。 こんぐらい距離が空いてれば逃げれるはず。いや、むしろ全然戦ってもいいよ。戦ってもいいんだけど、めんどくさいもんね。時間かかるし、めんどくさいから、もう戦わずしてクリアする。オッケー。次行きましょう。次が、あの、鎧ね。次、鎧さんだ。はい。回復も完全にしてる。オッケー。武器は壊さずいいね。武器は壊さずに、そのまま直で狙っていきましょう。回復をしっかりやっていけば耐えれると思うんで、そのまま行く。浮いて、さすがの攻撃力。ジバニャンか。まあまあいいや。やっとけ。ジバニャンはやっとこう。違う。オーケー。はい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 。狙う。オッケー。違う違う違う。じゃあどこ攻撃するんだ、バカか。こっちだこっち。狙うとこ完全に間違えてるし。オッケー。ここもまあまあまあ、2回ぐらいネズミが出てくれば終わるかな。3回かかるか。意外と減らせないな。まあまあ半分はいけるんで2回だな。はい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 。おお、来た。こっからがちょっと剣を折ってないと辛い戦いになるけど大丈夫でしょう。ちょっと待って、いや一応やるか。よし、 OK、 ナイスで回復を入れていきます。よっしゃ。じゃあネズミをぶっ倒せ。いけるいける。このターンで倒せるよ。サボっちゃダメよ。サボらないようにね。いいね。いいダメージだ。あと2発ぐらいか。よし、いい感じ。まあ、普通は剣を折った方がいいんだろうけど、耐えれるメンバーだったら全然大丈夫ですね。はい、緑コイン、しょっぱいな。
回復はいいね、しなくて。このまま進みます。さあもうゴールがだいぶ近づいてきたよ。しゃあ、ここも結構きつかったな。そういえば取り付きがきつい。あー、そうか、その前にどこ、下、下の方、下か。あー、ちょっと嫌な場所かもしれないぞこれ。OK、 はい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 、宝箱は1個取るか。いや、取らんでもいいけどね。見つかんなよ。あ、見つかった。大丈夫、だいぶ遠くにいるんでなんとかなります。取る、いやもう取らんでいいや、もうめんどくさい。クリアしましょう。うん、 HP もそんな減ってないし、そのまま倒しに行きます。行くぞー。はい、 OK。 あ、いい効果の打ち消しね。ああ、そういうぐらいだったら全然大丈夫さ。ああ、 OK。 もうちょっとずつ回復していった方がいいね。結構こいつは嫌なやつなんで。 OK。 はい、弱点。はいはいはい。ああ、やめろ、危ねえ。一番にゃん、 OK。 起きてくれた。ギャッ、回復回復。忙しいな。ちょっと時間かかりそうだな。あぶね。はい、あ、そっちから、まあ、どっちでもいいじゃない。オッケー、おお、ジバニャンも回復だ。よし、おお、まあ別になんもないからいいけど。よし、弱点を探して攻撃だ。あー、出たー。まあ守り超ダウンぐらいだったらいいか。まあまあサイドのやつらはちょっとなんとかやっとくか。やばいぞやばいぞやばいぞ。ここで経験値は別に稼ぎたくないから。待って待って待って、狙うだよ。焦るな焦るな焦るな、焦らなくていいからね。よし、ギャー、 OK。 自分にそこで攻撃されると結構痛い。よし、ちょっと待って、どこだ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 、この辺か。よし、じゃあ復帰しろ。オッケー、いいよ。違う違う、オッケー、まあ、これだったらいい。取り付きのね、やりやすいやつやりにくいやつがあるよね。え、ゴルニャン、あ、違うゴルニャン俺やってるじゃん。違うゴルニャンやってた。ジバニャンの方、あ、違う。おいおいおい、戻るの早すぎ。もういいや、これでいい。これでいい。これ結構時間かかるからね、できれば違うやつの方がいいんだけども。 OK、 大丈夫ね。違う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 、 OK。 こっちだ、どこだどこだどこだ、ここら辺か。オッケー、ここはいかん。どこだ、
こら。よっしゃ、いいねいいねいいね。違う、回復もしとけ。忙しい、めちゃくちゃ忙しいぞ。どこだ、ない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 、あった、忙しい。うん、おナイス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 、いいねいいねいいね。ここら辺でしょ、オッケー、ダメにゃよ、オッケー、うん、忙しい。はい、回復もしとけ。超忙しいこいつ、本当に。はいはいはい、そろそろ終わりでしょ。あー、もうそれをするなって。ちょっと待って、武士じゃん、混乱が本当にきついね。よし、違う、これも嫌、これやめろって、この取り付き、これのお払いやめてくれ。もうちょっと待って、お、まあ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 、これならいいや。まあもう倒したね、おそらく。ああ、元に戻りやがった、嫌なやつだな、嫌なやつ。もう大忙し。よし、この連打のやつが一番無難だわ。はいはい、よし、オッケー、この辺だ。はい、完璧。まあまあ、できるだけもうお払いとかをどんどんしていくか。回復、忙しい。はい、狙う、違う違う違う、あ、もう終わりだ。はい、ここはなかなかきつかったね。うん、経験値稼ぎもいいかもしんないけども、いや。はい、よし、じゃあ残りはドンドロだけになりました。ドンドロが辛いんだ絶対。うん、ゴルニャンを一応妖術系にしとく、頭脳的にすると、まあそれなりに妖術で攻撃してくれると思うんで、これでいこうか。はいはいはい、回復して。ドンドロもね、取り次ぎが鬱陶しいから、うん、きついんだ。いくよ、今40分ぐらいかけてここまで来ました。あ、もうこれはもうスキップだ。スキップしていきましょう。まずはお札からいきます。よし、最初にね、どの弱点で来てくれるかだね。物理弱点で来てくれれば嬉しいけどね。どうだろうか、どれスタート。あー、妖術の方だなこれ。いやー、もうよし、うわー、ドンドロも忙しくなるね。ドンドロも忙しくなるぞこれ。やめろ、 OK、オッケー、ナイス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 。そうやってちょっとずつでいいんだ、ダメージを与えてくれ。はい、うーわ、きつ、この辺か、この辺だな。
はい。うわ、ワルニャー。まあ仕方ねえか。ああ、ゴルニャンがなんとか攻撃してくれないもんかね。違う。いやこのね、物理スタートにしてほしかったな。きついぜこれは。よし、オッケー、うん、オッケー、ナイスで、お払いして、この物理の時にねダメージを多めに与えていきたい。よし、オッケー。あー無事にゃん、しょ、いい時に。バカーバカー。よし、なんでなんでなんでそうなる。普通に攻撃して。もう、よし、この辺か。どこだ。あ、ミスだ。オッケー。もう、いけ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 。忙しい。回復回復。おお、もうとにかく、そうだったね、こいつは取り付きが鬱陶しかったんだよな。よし、今いけ、今もうどんどん攻撃しろ、どんどん攻撃して。うわー、もう嫌なやつ。どこだ、この辺か。オッケー、この物理の時にダメージを多めに入れておきたい。よし、バカーチェンジした、チェンジされてしまった。こうなるとちょっと時間がかかるぞ。オッケー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 。でもね、いい感じに妖術攻撃とかもしていってくれてるから悪くないぞ。よし、ナイス。新鮮なのに1個だけ持ってるんかい。1個だけか。こうしとけ。お払い。どこだ。よっしゃ。お払い。はい。これでいいっしょ。回復回復。忙しい。トゲニャンはただガードするだけ。早くチェンジして。物理チェンジ。いや、来た。よし。阻止する。絶対阻止してやる。ナイス。前のめり。いや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 、うわー、これはやばいかも。よし、いやでも妖術の方、うん、妖術なんか打って、そう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 、いやー、これはきつい。よし、あ、後ろもちょっと回復しだすか、うん、オッケー、ナイスチェンジ、ナイスチェンジ、いいよ、そのまんま行こう、倒しきろう。ブシニャンとジバ、うわあ、結構痛い、痛いけど大丈夫、もうやったれ。
必殺技もちょっと織り交ぜていこうか。やばい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 ぞ。よし、オッケーで戻して、オッケー、一応生き返らせはしとくか。いくぞ、必殺技もちょっと打っていくぞ。でここで物理ダメージが通るときにやればだいぶ違うぞ。 OK、 よし、 OK、 OK、 違う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 、いやもうこのままいけもういい、技いいから。通常攻撃でバカ、通常攻撃でゴリゴリ攻めて、通常攻撃だ。いや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 、もうちょっと攻めれたでしょう。もうちょっとバカ、いやもういい感じにいったかと思いきや、そうでもない。よし戻ってこい、違う、よし違う違う違う、うーん、はあ、回す回す、やばい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 、よし、ちょっとトゲニャンがいると無理、違う、狙え狙え、よし、オッケー、いいぞいいぞ、オッケー、よし、これはもう技いくか。うわー、まさかの発動しちゃった。うん、いやでも大丈夫だ、違う違う違う、もういける、あー、チェンジしちゃった。おー、倒した、はい、いけましたね。猫パーティーで、1階から最後まで行ってみました。だいたい48分、それぐらいで、クリアできましたね長かった。まあまたね、やっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。